本田ダ司会は、神奈川県横浜市出身のプロ野球選手、右ト左打オリックスバファローズ所属、大和市立北、大和小学校1年生時に、地元の北大和ドリームスで野球を始め、5年生時から本格的に投手を始めた。月見の中学校時代は、同校の軟式野球部に所属した。高校は、星佐国際高等学校湘南に入学。 入学当初のホンダは体重 55kg ストレートの球速は時速 125km 程度で2011年に創部したばかりでホンダの入学当時は主だった実績のなかった同校野球部の中でも B チームの補欠という立場だった。同校野球部監督の土屋慶三郎も中3の視察時から高校入学直後頃のホンダの印象について 真面目そうだが元気がない特徴のない子でいつ辞めるかなという感じだったと語っている。一年夏にはベンチ入りを果たし公式戦で一イニングの登板を経験した。一年冬に土屋の指導で野球を始めて以来ずっとスリークォーターであった投球フォームをオーバースローに変更するとこれが走行し、二年春には背番号一を獲得した。二年夏には 総部発の4回戦、進出、2年秋には同じく県ベスト8に貢献。この頃には、球速は時速1 4 6トルまで伸び、プロスカウトからも注目される存在となった。3年春は準々決勝で、前年秋県大会優勝の慶応義塾高26、安大地出展11月三振の関東勝利で、ベスト4。 しかし、最後の3年夏は、県5回戦で敗退し、甲子園初出場は果たせなかった。最終的に、3年夏には、球速が時速1 4 9キロメートルに達した。2017年の NPB ドラフト会議で、オリックスバファーローズから4巡目で指名、契約金4000万円、年俸500万円という条件で、星佐国際高校出身者としては、 初めてのプロ野球選手になった。入団当初の背番号は46。ちなみに担当スカウトの結田慎太郎は土屋が東輪学園高校の公式野球部で監督を務めていた時期の教え子である。2018年にはウエスタンリーグ公式戦5試合に登板しただけで9月21日に右ひいの疲労骨折固定手術を受けた。 実戦復帰に時間を要することが見込まれたため、治療に専念することを前提に、10月9日付で、球団から支配下選手契約の解除を通告。11月20日に育成選手として再契約し、背番号が124に変更された。2019年には4月下旬からウエスタンリーグの公式戦で実戦に復帰。ストレートの最高球速が手術前を上回る。 時速 154km に達するほど右肘が順調に回復していることから7月25日付で支配下登録選手に復帰し背番号を96へ変更したウエスタンリーグ公式戦では先発を中心に11試合へ登板すると0勝3敗1セーブながら防御率1.61を記録シーズン終了後の10月26日には2019 WBSC プレミア12へ出場する日本代表とオリックス2軍による練習試合でオリックスの先発を任された。11月11日には推定年俸500万円という条件で支配か選手契約を公開し背番号を入団当初の46に戻すことが発表された。2020年11月1日の大北海道。 日本ハムファイターズ23回戦で1、軍公式戦に初登板、初先発し、4回7失点だった。最速時速155キロメートルのストレートが武器。変化球は、中央2種類のスライダー、カーブ、フォークを有する。愛称は、ひとみちゃん。ありがとうございます。